はい、こんにちは、しゅうやです。カーコンフィギュレーターチュートリアルパート6はライトのオンオフの機能とドアの開閉の機能です。このようにライトをオンオフできる機能とドアを開閉できる機能を追加していきます。では早速やっていきましょう。最初にライトをオンオフする機能を作っていきます。まずヘッドライトからやっていきます。やることとしましては、こちらのライトブルーのパラメータの値をプレイ中に変えられるようにします。オフの時はこのような見た目になるようなパラメータにします。では BP カーの方でこの処理を作っていきます。まず Create Dynamic Material Instance を追加します。何個かあるのでこちらのチェックを外した後に上から2番目のものを選択します。そしてヘッドライトのコンポーネントをゲットしてこちらにつなぎます。ソースマテリアルはランプブルーを選択します。次にこちらから変数を一つ作成します。名前は MI ヘッドライトにしておきます。イベントビギンにつなぎます。まずライトをつける処理を作ります。 MI ヘッドライトをゲットしてこちらからセットベクターパラメーターバリューを追加します。パラメーターネームは最初はこちらのカラーティントを変えられるようにしたいので、こちらのカラーティントと全く同じの名前にします。完全にこちらと一致している必要があります。こちらの色をコピーしてこちらの色こちらにペーストします。このセットベクターパラメーターバリューですが、前回作ったこちらのセットベクターパラメーターバリューと名前は同じです。こちらはマテリアルパラメーターコレクションのセットベクター。こちらはマテリアルインスタンスダイナミックのセットベクターになります。なのでこちらはこのコレクションのこのパラメーターを変更するので、このパラメーターが含まれているマテリアルが複数ある場合は、すべてのマテリアルのこのパラメーターが変更されます。対してこちらはこのコンポーネントのこのマテリアルのパラメータだけが変更されます。そして最初にこの Create Dynamic Material Instance でマテリアルインスタンスダイナミックを生成しておく必要があります。なのでこの処理はコンポーネントの数そしてマテリアルの数必要になります。本題に戻ります。次にセットスカラーパラメータバリューを追加します。こちらのパラメーターネームはこちらを使用します。こちらを入力するのは面倒なのでこちらからコピーしていきます。そしてこちらの値もコピーします。こちらを複製してもう一つのパラメータをコピーします。これでヘッドライトをつける処理ができました。次に消す処理を作ります。これを丸ごと複製します。
そしてバリューの値を書いていきます。これを白、これを1、これを 0.1 にします。今回はキーボードの A でオンオフできるようにしていきます。キーボードイベントの A を追加します。そして次にフリップフロップを追加します。このフリップフロップは1回目を A に処理を流して、2回目は B に処理を流す、3回目は A に処理を流すという交互に分岐してくれるノードです。最初はついている状態なので、最初は消す機能を、2回目はオンにする方をつないでいきます。これでプレイして確認してみます。キーボードの A でオンオフさせることができました。次はリアライトのオンオフも追加していきます。リアライトはこの状態をオフとします。ヘッドライトの時と同じようにマテリアルインスタンスを作成していきます。リアライトのコンポーネントをゲットして、こちらの後につなぎます。そしてソースマテリアルをランプレッドにします。同じように変数を作ります。こちらは MI リアライトとします。次にこの4つを複製してつなぎます。MI リアライトをゲットして、このようにつないでいきます。これで完成です。リアライト、ヘッドライトのメッシュが複数ある場合は、その分この処理が必要になります。確認してみます。リアライトもオンオフさせることができました。次にドアの開閉の処理を追加していきます。ドアはこのようにドアの芯をプレイ中に回転させることで開閉処理を作っていきます。まずタイムラインを追加します。フロートトラックを一つ作って、シフト左クリックでキーを一つ追加します。タイムを0、バリューを0にしておきます。もう一つ作って、タイムを2、バリューを1にします。レングスも2にしておきます。まず、ドア L の芯をゲットしていきます。そしてセットリレイティブロケーションをローテーションを追加します。イーズも追加します。このようにつないでいきます。 A はそのままで B の Z を30にします。この30は30度開きたいので30という数字にしています。一旦キーボードの S で左側のドアを開閉できるようにします。
S を追加してこちらもフリップフロップを使用します。 A の時に開く、 B の時は逆でリバースにして閉まるようにします。これで左側のドアを開閉させることができます。右側も同じように作成します。シーンをゲットしてこちらをこのままコピーしてしまいます。ドア L と差し替えます。ドアが逆なのでこちらはマイナス30にします。そしてキーボードの D で開くようにします。これで完成です。確認してみましょう。キーボードの S で左側、 D で右側が開きました。もう一度押すことで閉まります。今回はこれで以上となります。次回は環境を別のロケーションに変えられるようにしていきます。わからない部分や質問がありましたらコメントいただければと思います。コメントで答える場合もありますが、詳しく説明した方がいいことや補足した方がいいことは追加の動画またはブログに記載していきます。ブログの URL は概要欄をご覧ください。動画が参考になりましたら高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では最後までご覧いただきありがとうございました。